そんなの。ジュニアの独裁を見てみたいって。まあ、じゃあ。今やんなくていいけど。はい。お願いします。はい。今度こそ頑張れ。こそ。はい、どうぞ。頑張れ。今度こそ。今度こそ。アラブってや。アラブって。まあね、回線落ちとかはね、しゃあないからね。はい、インポスター、ダブちゃん、なんだ。エブラスワッパー。無理だねー。おーい、ナイス。すごい早かったね、停電直るの。一瞬だった。青にしました。ナイス。カモス。黒が邪魔しました。展望。釣ります。水色邪魔しに邪魔するのを見守ってください。水色は邪魔をしに行こうと思ったら直りました。邪魔しようとするとクルーでいきます。メイヤー絶対入れてるよな、これメイヤー。さて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 、ってことは、お、閉めたね、全部。マジか、やばいやばいやばい。ん、はいはいはい、うん、うん、わかんねえ。ちょっと、どう目撃証言、理由さん、停電前、エレキか、バイタルに向かうところをエレキで S サンダルか見ました。 S3 は、1回目の停電終わった後に展望デッキにいるのを見てます。ここで水色、はい、雪風視点でいうと停電直した時に緑のレオさんだったかな、配電盤あたりに確かいたのを見て、はい、でそのまま給油だけ1個して、バイタル見に行こうと思って下に降りた行ったら、なんかバイタルまでたどり着いて2人死んでるの見てボタンで、そこまでの間に、うん、ゆうゆうさんは見ていない、はい、ですよね。はい、見てないですよ。だからそこにはいなかったと思います。はい、パーもそこ通ってるので、うん、そこには、うん、そうですね、3人いるからそこは多分厳しいかなと思います。で水色一風の動きでいうと、メイン、シャワー、アーカイブ、ラウンジで貨物停電になってる最中に給油だけしてから停電配電盤行って下に降りてるっていう流れです、うん、で脇で、さっきエレキに悠々さんいたって話がありましたが、一番最初の停電の時にあっけ、そこ除染のところで悠々さんと見てるので、そこから出て行ってどっち行ったかまでは分かりません。コックピットには来てなかったと思う。コックピット左側いたんですけど、コックピットはおにぎりとおにぎり二次推奨、ピンク、ローズ、赤で言いました。うん、うん、
ちょうど停電の時ぐらいですよね。はい、で停電の時の最後の停電の時のアドミン情報があるので、あとはアドミンします。はい、お願いします。ブタちゃん入ってる。ブタ。僕だけかな。はい、ありがとうございます。ナイスです。はい。今ね、停電になった直後ぐらいです。最後です。最後の停電の直後ぐらいです。貨物4。貨物 4？ 貨物4、いました。とりあえず出たら、いる人。停電直後ぐらいです。はい、緑。緑と水色がいた。青もワンチャン入るかもしれない。青緑青水色、うん、じゃあ1自体はあるんだね。あるかもしれない。金庫あたりに金庫な可能性。あ、金庫だったら見てない。うん、一応見てない。あとエレキとシャワリに2つ行った気がする。白がシャワリにいたと思う。いたかな、その辺。あ、ソウさんはシャワリに行った。いやー、僕も多分入ってるから覚えゲー入ってるんで、シャワーにその1に含まれるかどうか、2の中の1に含まれるかどうかちょっと分かんないです。まあ、とりあえず近くにいたかっていうところだけあったりしましょう。そしたらなんとなく分かる。まあ、大体シャワー近辺だと思います。エレキが、エレキ誰だ。エレキの位置が今一つがリトスです。黄色です。多分僕がその時入ってるかな。まあ、はい、まあ、どうだろう。あのメインとかエンジンついてるんだったら多分そっちが僕。メインついてたかどうかちょっとごめんなさい、覚えてないです。あの 2人以上のところしか覚えてなかった。はい。です。なのでまあほぼ貨物で。貨物は1自体だと思うな。うん、4は。もしくはエレキか。あと今ので場所が出てなかったのが S さんと黒月さんかね。S さんは死んでる。あ、ごめんなさい、死んでるのか。ごめんなさい、失礼します。S さんが分からん。死体が分からんのか。どっちかが死体ってことね。パタパタ。パタパタ。パタパタ。ああ、ですよ、ちゃんとすれ違った。俺的にはムガちゃんと。いや。パパ。ってことは、レオさんは切れないんだな。あれ、やばすぎ。あ、どうせ今回は死にやる。ないけど、逆に人とも全然会ってないから、正直。ちょっと早いから、僕は。じゃあ、青発言ですか。はい。アーカイブに、赤の二次推奨さんと湧きました。でラウンジ貨物診察でエレキで今最後は黄色の塗装さんでやってますか。うん、なんかそのまあ動機づれか分かんないけどなんか変な風に見えたのでちょっとずっと眺めてました。
それしてんでも突然変な目に見えてるから上下性と考えた方がいい。はい。あ、直前シャワー入った人誰ですか。シャワー入ってた。あー、じゃあワンちゃんおにぎりさんのことでから。すれ違ったとこですか。あの壁ご、アーカイブからシャワー降りようとしたら壁越しになんか文字が見えた。だからレイン方面に行ってるはず。ソウさんはムーン最後武器庫って庭木で展望で立って停電直してるのを見て武器庫終わり。水色雪風がエンジン脇メインホール写真をしまうでセキュリティ、エレキセキュリティ降りてアップロードして終わったところで終わりでそこに、緑のレオさんかながいた、はい、って感じ。自分キッチン脇でキッチン展望キッチンセキュリティってます。死人情報がないからこんな死人があるいや絶対誰か隠してるでしょ。絶対誰か隠してるな、うん、それはそうです。ホッソッサーの動きはちょっと気になるかな、そのエレキまで、ね、そもそも下位と下位っ子で殺意高えな、ダブちゃんダブちゃんの殺意高えな。よし行くか。ここはね、そうなのか、ボタン使えないのね。黒月さんに1個聞きたいんですけど、2個前のターンかな、 S さんと UU さんが死んだターンかな、でパタパタってどっちからどっちになりました。右から左、右から左、うん、これシャワーでそうちゃんと連れてきてる、うん、これはそうん、それはあって、その後って誰か乗れました。いや乗ってないやつ、俺乗ってる最中に乗ってる、うん、あ、そういう、まあそこを精査しても多分意味がなくて、まあ2段立ってる以上意味ないと思う、うん、で、俺的にはムガちゃんとユウさんを置いていった後にソウちゃんとすれ違ってるから俺は白が出ると思い込んでたけど、てか出なかった。まあ死んでるのはそもそも貨物だから、いや貨物じゃない可能性の方が高い。断定できない、断定できない、断定はできない。だとしたらアドミン情報が間違ってる話ですか。いや違う、だから一応言っておくと、俺は行ったけど、それが下位置がどこかっていうのは未だに、あ、いや、それで、まあ、僕も一応見てるんですよ、バイタル側に抜けるユイさんを。で、その後、貨物側の4で、誰一人が出てこない以上、確実にそこら辺にユイさんがいたのは確定であって、それ以降で死んだとしても、まあ、ダブちゃんとかユッカさんの間を縫って上側に抜けることがほぼ不可能だと思ってるから、僕視点はほぼ貨物で死んでると思ってる。あ、了解です。S さんの死亡推定位置も右側でほぼ OK だと思います。あ、分からない。 S さんは分からない。 S さんは分からないね。 S さんは大
ゆいさんの方から考えると、まあそこの貨物にいたダブちゃん、ゆきかぜさん、ま、りょうさんだったっけ、うん、だろって、はい、そこの中に確実一応いるだろうなっていうふうには思ってます、僕の中では。うん、下手したら 2プラス弁護士までいるんじゃないかとか思ってます。なあ、なんでそのあーそうねそっか、弁護士がいるんだ。弁護士よくわかんねえんだよな今で、まあ、セリフがいないんだよ。っていうかさ、イビルスワッパーってボタン押せないんだね、俺初めて知ったわ。ダブルキルな気がする。おっと。ダブルキル。うん。今。止まってきたりとかしたりとか。ちょっと状況話をすると、誰だっけさっきすれ違ってたの。忘れた。まあいいや。どっちの死体だ？今レポートになったの。今ムガちゃんの。ムガちゃんだった。一応どこでしょ。コックピットの辺。ああ。コックピットの辺で光ってて。離れたところでもう一回光ったんだよ。だから多分死体あると思う。うん、自分カメラ見てて停電の時に最後の多分なってない方だと思うんですよ。リトスさんがエンジンから武器庫で込み前通路のところに行こうとしてたのを見てます。コックピット入って。立ってると思います。ちょっと一回その辺でなんか光ってうんと思って動いたところでまた一回消えてもう一回光ったから多分死体だと思う。あ、じゃあ一陣外捜査確定ですか。え？レオさん、あ、僕と黒月さんとレオさんはほぼ、セキュリティ側になって、あ、それに関しては雪風からも、言えて、セキュリティで確か二次水晶さんとレオさんの順ですれ違ってるはず。はい、多分そうです。はい、貨物から診察で、貨物違う忘れた、バイタルを見て誰も死んでないなと思って、でエレキの方を抜けていった時に二次水晶さん赤すれ違って、緑すれ違って、キッチン武器庫でドア開けてコックピット入ろうと思ったところあたりで1個光って、でうんと思って離れたところでもう1個光ってた。いるそっちも行ってないんだよ。タブさんってどういう経路、最後エレキなんですけど、確かどこをスタートだったか、エンジンスタートで確か武器庫キッチンで宿舎前のダウンロードあるなと思ってダウンロードの方行って、で停電になったのでそこからさっきの停電になったタイミングが確かエンジンメインのドアの間ぐらいだったので、そこから一旦バイタル見に行こうとしたらなんか赤っぽい人となんか階段あたりですれ違って歴バイタルです。あーじゃあちゃん自分と2回すれ違ってない？え？ダブちゃんがメインホール側から来て、自分がエンジン側からメインの方に行ってるとき一回すれ違ってて、その後自分がアーカイブシャワーメインって言ってるときにはメインのどっかですれ違ってるよ。そう。ボタンボタンボタン。うん。どうだろう。はい。はい。
まあ素直に考えたらダーブさんかなと。多分ソさんと対抗だと思うんで、まあ、あ、でもそしたらダブちゃんをローラーすれば1を確定で落ちる。いや、うん、終わると思ってるまだ、うん、でも1は確定で落ちる、うん、全然、うん、キルされた中に若干いると思ってるかな、この状態だと。まあいるだろうし、うん、1中のキル若干ないかな。あー、まあ、わかる。なんとなくそんな感じがする。わかる。でも、ダブさんがやってないとは言ってない。うん、そんな証拠なさすぎて。確かに。まあ、結構、ギチギチになってるけど。ムガちゃんチャッカルだったら、なんとなくわかるんだよ。あー、はいはい。ムガちゃんチャッカル、ロイヤーどっかに行く。あ、いや、ムガちゃんチャッカルが一番面白いですね。だと思ったけど、まあ、わかんない、わかんない。一応、じゃあ、そちゃんの対抗でダブさん。ダブ。はい。それで、まあ、盤面が整理、まあ、スッキリできるので、ね、つってもらって大丈夫です。うん、どちらにせよ、死んでるんだよな。レオさんとニーズ衣装さんがどう動いてたとしても。いや、レオさんはバイタル方面で生きるから無理無理。バイタル情報的に死んでたから、うん、確定でできなくて。聞かせたんだけど、そう、まあ、そもそもレポートするあれがないからね。そう、メリットがないから。あるとしたら、ユキカズさんジャッカルで、あ、でもそれも白目上げていくとか、そんな話だけど、ね、うわー、スワップ来た。が確定なのでラブさん取ってください。いや、ラブさんスレンデイビルサッパーでイビルサッパーでスレンデンだよ、スレンデンだよ。こうなっちゃうと、あ、うわぁ、ナイス。なるほど、ゆきかぜさんか。なるほどね。あー、これです。あー、なるほどね。あ、いや、スワッパーやっぱ強えよなぁ。ユイチさん、スワッパーやばい。やばい。ダブちゃんのキルがね、早くてびっくりした。いや、これね、あの盤面は、ゆきかぜさんの発言がそもそも破綻してたので。そう、破綻してる。そっちを釣らなきゃいけなかったですね。あの、カメラ情報で、後々トストスが右から左行ってるって話が出てて、最後に。ムガが、ムガの死体を見つけてて、それを、さらに奥に行ったら死体を見つけてるって話をしてるので、トストスが奥で死んでることになるので、僕の死体スルーしてるんですよ。破綻してる。あ、なんか破綻してるね。後から気づいたから、スワッパーは残してたから、最悪、釣られそうになっても回避できるし、1キル持ってけるし、いいやと思って。回避してもあれ、手で入ってたんで、絶対ボタンに釣られます。え、スワッパーってあれ、効力1回だけとかじゃない？1回だけ。1回だけです。1回だけ。